アデル・エミリー・サンデーは、イギリス・スコットランド出身の女性シンガー・ソングライター。ラッパーチップ・マンクの曲、ダイヤモンド・リングスをフィーチャーしたことをきっかけに有名になった。同曲は、イギリスのシングルチャートで、初のトップ10を記録しており、ラッパー、ワイリーの曲、Never Be In Your Woman でもトップ10を記録している。サイモン・コーベルは、彼女の歌を聴いたすぐ後に、エミリーは、 お気に入りのソングライターになったと述べている。2012年にはブリッドアワードで受賞。シェールロイドやスーザン・ボイル、ガブリエル、リアーナ、レオナ・ルイス、シェリル・コール、タイニー・テンパーなど多くのアーティストに楽曲を提供している。2010年に EMI ・ミュージック・パブリッシングと出版関連の契約を交わす。後にバージン・レコードとレコード関連の契約を交わしたことを 発表した。2011年8月に初のソロシングル、ヘブンを発売。イギリスとアイルランドで、リードオ All About It, Next ー目、Be Neath You Are Beautiful の3つのシングルで1位を獲得。ファーストアルバム、Emily s デ n d は2012年2月にリリースして、すぐ、UK チャートで1位を記録した。 2012年のイギリス国内のベストセラーアルバムとなり100万枚の売り上げを達成。2012年ドンドンオリンピックの開会式と閉会式でパフォーマンスを披露している。1987年3月10日、サンダーランドで出身。ザンビア人の父とイギリス人の母がいる。両親は共にサンダーランドの大学に在学中に知り合った。サンデイはグラスゴー大学で、 臨床神経学の学位が取得できる5年間の医学系コースを専攻した。音楽のキャリアで失敗したとしても教育に頼れることから、教育は彼女にとって最も重要なものの一つであることを述べている。マネージャーのエイドリアン・サイクスは、サンデーが16歳の時から根気よく待っており、サンデーは、エイドリアンは、私が教育を身につけたいことを尊重してくれている。 また私の両親も大学を卒業させたがっていることをエイドリアンも知っている。と述べている。サンデイはフリーダガーロのタトゥーをしている。小学校の演芸会のために11歳の時に初めて作曲を始めた。その時が初めてシンガーソングライターになれるかもと思った時だったわ。作曲できるようなミュージシャンになりたいことをずっと自覚していたし。 誰かの曲を歌うという考えは持っていなかった。初めて書いた曲トゥモロースター s アゲ r ンは8小節なのに正しい構成だった。と記憶している。チョイス FM はラパラジーコンテスト参加のため15歳のサンデーをロンドンに招いた。サンデーは父が教師として務めていたアルフォードアカデミーに通う。学ぶことに貪欲だったから病気でレッスンを逃すのが嫌だった。 私はとてもシャイで、オタクで非常に行儀が良かった。中学校の間、必然的に教師である父の娘であることが、アイデンティティの一部だった。厳しい父に、すぐさま報告されるから、ふざけたり、トラブルを起こすことはできなかった。と述べている。2080、ファーストアルバム発売前2011-13、Our v e r ョン o n of Events and Breakthrough 2013。ブレイクスルー20 セカンドアルバムに向けて音楽生、作曲2012年1月に7年間交際していた恋人と結婚したことを認めた。サンデイの夫は身元を明かさないことを求めており、サンデイは音楽業界に関わっておらず科学者であると述べている。しかし、2012年9月12日に夫の出生地であるモンテネグロで結婚式を挙げたことで、夫が 生物海洋学者のアダン・ゴーラグイネであることが明らかになった。サンデイは夫のせいに変える予定であるが、しばらくエミリー・サンデイで名乗るつもりであると述べた。ありがとうございます。